漫画でっちょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さてさて、3月31日木曜日。本日で3月も終了でございますな。ってことは2022年も、1年の4分の1が終了ってことでございますよ。ほんま、時間が過ぎていくのは早いもんですな。そりゃ年を、取りますわってもんでございますよ。さてさて、今回は前回ご好評いただきまして、シリーズ化することとなりました。今月のロマサガ RS 振り返り動画、2022年3月バージョンでございます。今月のロマサガ RS は一体どんな感じだったのか？それでは早速確認していこうじゃないか。というわけで3月のスタートはサガフェス制圧戦の真っ最中。2月末から始まった制圧戦も、3月1日で6日目。この日はいよいよ、制圧戦のボスとなる DJ ハニワが、出現か？という日でしたな。そんな感じで、3月1日20時20分頃、ついに今回のサガフェス制圧戦の、レイドボスの DJ ハニワが、満を持して出現、例のごとくダメージミッションもありましたので、早速攻略、と思いましたが、全力で殴るだけで簡単に、ミッション達成できるといった感じの、運営さんの優しさあふれるレイドバトルでございました。そして翌日の18時20分頃には、討伐完了、無事全エリア制圧達成でございました。今回の制圧戦は、制圧進行ペースがいつもに、比べて遅い感じでちと不安に思っていましたが、運営サイドの想定よりも、早いペースで制圧が進んでいったようでございます。先月半ばの引退騒ぎで、ユーザーが減った影響かと、心配しておりましたが、どうやらそんなことなかったみたいでよかったと、ほっと胸を、撫で下ろしました。そして全エリア制圧が終わった2日後の、3月4日、サガフェス第1弾の追加イベント、熱闘、アザミの特訓道場ウィズミュージック、が、開催、ウィズミュージックってついてるんで、一体何のことやら？と思っていましたが、戦闘曲がいい感じに、アレンジが入ったスコアバトルイベントって、感じでした。で、今回のスコアバトルで戦うのは、ミンサガのイフリート。イフリートと聞くとロマサガ1の、時からの凶悪モンスターとしてかなり有名でございますが、今回のスコアバトルで戦うイフリートもかなり凶悪でございました。常時セルフバーニング状態で、直接攻撃に対して、熱属性カウンター。しかも熱属性攻撃を、完全無効化。もうめんどくちゃいことこの上なしですな。てなわけで今回もアウナスジジイが、大活躍な高難度クエストでございました。アウナスジジイ、マジ優秀。まさか実装当時ここまで、活躍するスタイルになると、一体誰が予想できたことでございましょうか？現状代用が効くスタイルもいませんし、復刻来たら狙ってみるのもいいかもですな。そして同時に期間限定イベントの、情熱のステージが開催。こちらは熱狂のステージと、変わらず制圧戦を周回して、招待券を集めて、ジュエル3000個、ゴルピア商談の巻物、そして過去のイベントスタイルを、ゲットできるイベントでございます。いつぞやのイベントでスタイルの、ドロップ率が渋すぎたという反省を、活かして、イベントメダル交換で過去スタイルを、ゲットできるようにしたというのは、大変よろしいのですが、古参ユーザーにとっては全く、旨味のないイベントというのが、残念でございました。次回に多様なイベントを開催する場合は、その辺を改善していただけるとありがたいところです。というわけで、4日に新イベントが始まったものの、やることは制圧戦を、ひたすら周回するだけの期間でございましたので、次の生放送までがっつり虚無期間でございました。ただ、ゲーム内は完全虚無期間と、化しておりましたが、Twitter の方で結構頑張られていたといった感じでございます。3月8日から、サガフェスの Twitter キャンペーンにて、交換報酬を追加。残念ながらジュエルの追加報酬は、なかったものの、自動再戦チケット150枚に、ゴルピ300枚を追加。再び TL がハッシュタグサガフェスで溢れてきたといった感じでしたな。そして、11日の生放送までの期間中、サガフェスライブ T シャツが、当たる Twitter キャンペーンを、開催。それぞれ、
上がる佐賀局、癒され佐賀局、泣ける佐賀局、一押し佐賀局、を、ツイートして、キャンペーンに参加するというツイッターでのイベントが、開催されておりました。私はどの曲をチョイスするべきかめちゃくちゃ悩んだんですが、最終的にこんな感じで、チョイスさせていただきました。どれも GB 佐賀から選ばせていただきました。全部秘宝伝説で使われている曲ですな。といった感じでゲーム内は完全虚無状態でございましたが、11日になりまして生放送からの、佐賀フェス第2弾が開催でございます。そして、佐賀フェスは第2弾でグランドフィナーレ。こちらのガチャで登場した新スタイルは詩人、ユウト、ドールの3名。やっぱり音楽と言ったら詩人ですな。そしてついにユウトの新スタイルが、実装。散々不遇な扱いを受けていたサガフロアンの、主人公にようやく日の目が、当たる時が来ましたな。そして今回もダブルガチャ、なんですが、同時に実装されたガチャは、ウルトラデラックスの復刻ガチャ。ピックアップは、人間女にエスパーギャル、エリセドの3名。てっきり今回も新ガチャのダブルガチャになるかと思ったのですが、そんなことはなかったですな。そしてこのタイミングで大きなアップデがありまして、新しい武器成績、達人の成績、の、追加でございますな。今まで超高難度クエストくらいでしか、出番のなかった SS 武器が、これによって周回などで、連成装備と肩を並べるくらい使えるようになったのが、でかいですな。今まで連成装備のせいで、不遇な扱いを受けてきた服属聖術師が、一斉に息を吹き返すことができたというのもいい感じです。まあ SS 装備がある服属聖術師限定ではありますけどね。神武器と呼ばれる連成装備には、残念ながら及ばないものの、いい連成装備を持っていなくても、SS 武器で代用できるようになるというのは、本当にありがたいアップデートでございましたな。新イベントに関しましては、期間限定イベントのロマンシングミュージックジャムが、開催。ロマサガ RS では恒例行事となりました。唐突に始まる仲間割れイベントでございますな。そしてアザミの特訓道場に、続きましてスミレの特訓道場ウィズミュージックが、開催。今回上級で戦う敵はドラゴンルーラーと、アビスナーガの2体編成。要求されるダメージ量はアザミの、方よりも高めでございましたが、アザミと違って比較的優しめな仕様の、スコアバトルでございました。そしてサガフェス生放送から1週間後、サガフロ2発売日記念キャンペーン第1弾が、開催。まあやっぱりかというかなんと言いますか。今年もホワイトデイイベントは、スルーでございましたな。そして今回実装のガチャは約5ヶ月ぶりのウルトラデラックスガチャ。限定スタイルはウィルのみで、コーデリアとナルセスはプラオチスタイル。これでようやくプラチナガチャの、ラインナップが追加されますな。第1弾の新イベントは、2つ同時開催。タイクーンの足跡を追ってで、探検マップを集めて、それを使って、進め、ディガーの、大探検に挑戦可能。今回のイベントではジュエル3000個もらえるだけでなく、配布スタイルとして SS タイラーも、ゲットすることができました。層の薄い斧のキャラでは十分戦力になる優秀なスタイルですな。そして白金のツルハシも入手可能で、二つ目の達人の成績を、ゲットできました。てっきり1ヶ月に1個入手できるかどうかくらいなスパンで、手に入るのかと思っていたのですが、結構コンスタントに配ってくれる感じなんですかね。連成装備を作るのも大変なので、この調子で配ってくれるとありがたいですな。そして3月19日には、ロマサガ RS がリリースされて、1200日。もう1200日も遊ばせてもらってるんですな。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。そして第1弾から1週間後の、3月23日、サガフロ2発売日記念キャンペーンの、第2弾が開催。第2弾で実装されたガチャは、サガ魂ガチャ、エレノア編、エレノア、ディアナ、ユリアの3名がピックアップ。全員リッチと何かしらの、関係がある女性たちが、登場でございますな。そして今回開催のイベントは女性との、戦い。今回は久しぶりにロマンシングもあり、クエストは超久しぶりな感じの、
単体ボス周回クエストですな。そして今回、毎日個数限定で50枚ゴルピが入手できるキャンペーンを開催。イベント内容は毎度おなじみコピペイベント的な感じですが、いろいろと新しいことに挑戦しているといった感じでございますな。そして3月30日、まさかのお知らせなしの長時間メンテ開始。そしてやってきましたサガフロ2発売日記念キャンペーンの第3弾。発売日に発売日記念イベントが開催されてるってなんか久しぶりじゃないですかね。ウルトラデラックス、サガ魂と続いて第3弾は、ロマフェスミスティ編。ミスティ、ユス様、ヨハンの3名がピックアップ。そしてイベントでは久しぶりの、ストーリーあり、RS と原作のクロスオーバーの、ストーリーでございました。やっぱりイベントストーリーがあるのとないのとでは全然違いますな。サガフロ2未プレイ勢の私ではございますが、原作をプレイしたくなりました。そしてイベントではリッチの SS スタイルを入手可能。こちらも配布スタイルとは思えないほど優秀なスタイルでございます。こういう配布スタイルをどんどん増やしていただきたいところですな。というのが今月のロマサガ RS でございました。こう見るといろんなことがありましたなぁ。さてさて、それでは最後に3月に配布されたジュエルの総数を発表したいと思いますが、私が参照したのはこれらのジュエルとなっております。なので人によってはジュエル配られるタイミングだったりが異なりますので、配布量に違いが出てくると思います。まあ大体これくらいもらえたんやなぁと思っていただければこれ幸いです。それでは、2022年3月に配布されたジュエルの数でございますが、86,595 ジュエルとなりました。かなり配布されている感じですな。今後もこんな感じでよろしく、お願いいたしますぞ。さてさて、明日からは4月がスタートでございますが、ロマサガ RS はどんな感じでございますかね？サガフロ2イベントの他にも4月は、サガフロ1リマスター発売から1周年だったり、サガ魂ガチャ実装から1周年だったり、ミンサガの発売日記念だったりとイベントネタとしては十分だと思いますので、盛りだくさんな1ヶ月になるかと思います。てなわけで新年度もロマサガ RS、楽しんで参りましょう。以上、2022年3月のロマサガ RS を振り返ってみた動画でございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、